皆さんこんにちは、岡崎美穂です。今日はなんとこちらに来ています。じゃん、ゲアリーナー、イエーイ。キングスーパーライブ2024公式パンフレット企画、おみほ&キンクリンと行く横浜散策。いやはい、こちらではですね、横浜駅からこちらの会場 K アリーナまでのルート、そして、横浜近辺の楽しいスポットを、紹介していきますので、ぜひぜひ皆さん楽しんでいってね、チェックしてね、ガオー。この動画ではキングスーパーライブ2024公式パンフレット企画の撮影の様子をお届けします。会場となる K アリーナ横浜や横浜周辺のおすすめスポットに行ってきました。まずはこちらの場所から。まあそうですね、これ楽しんでるような感じで行きましょうか。あ、めちゃくちゃ飲みやすい。朝日さん、ここでキンクリンとツーショットもらってもいいでしょうか。デートアイテム登場。ありがとうございます。なんか今日生きがいいキンクリン、生きがいい、なんかツヤが良くない肌ツヤが、なんか、うん、おろしたて、おろハドさんも、はい、はい、プラネタリウム、幻想的で素敵な空間でした。次は K アリーナ横浜へ向かいます。なんかキンクリンと横浜お似合いですね。なんでかわかんないけどとてもいいコンビですよ。ちょっと春先取りです。看板と一緒に撮ります。はい、行きます、せーの、えい、はーい、はーい、はい、ちょっと待って、お客さんゲット、はーい、咀嚼眩しくなってきた。あー、直射に行こう。あー眩しすぎて細めです。あげますね。私絶対人がいないと迷っちゃう。
でかくて綺麗なビルばかりですよ。迷わないようにみんな見てね。アリーナ横浜に到着しました。初めて来たのですが、想像以上の大きさにびっくり。会場で皆さんにお会いできる日を楽しみにしています。ありがとうございます。ありがとうございます。無事着けました。無事着けました。いや、無事着けたよ。いやー。続いては神奈川県庁本庁舎、キングの塔。横浜三塔の一つで、クイーンの塔、ジャックの塔と同時に見ることで願いが叶うんだとか。キングの塔、これがね、キン、ジャック、キング、クイーンってあって願いが叶うんですって。なのでキンスパの成功を願うべく来ておりますよ。みんなも何願うんですか？高額当選ですか？いや、ギリギリ見切れから出てきたかな。これでもいいですか？あ、ちょっとめっちゃ効いてるけど、一旦これでじゃあ、いいですね、いい願い。まあ、いけない。K チャレンジやります。影取ってください、影。はい、K。 あれ違うな、こっちだ。 K、 カメラの K、 K、 N、 無理、 G は無理だ。金までしか無理でした。有明ハーバースタジオ横浜ハンマーヘッド店さんにお邪魔しました。お土産としても有名な横浜ハーバーは今年で70周年。今回は自分の画像を入れた特別パッケージに好きなハーバーを入れられるマイハーバーを作ってきました。出てるんですよ、ほら。撮り直し2回まで押ししかかったん。見て押ししかかったん。で、OK？ OK？ 3か4 3？ わお出てきました。お願いします。どれかを3つという形で、はい、1個ずつもできますし、どれかを3つも、はい、じゃあ1個ずつこちらですね。めちゃめちゃサクッと注文できました。プリクラみたいな感じでした。ね、キングって感じ。キング、キング、キング。どら焼きがいいな。ハーバーができたやつを持って。なんかちょっと恥ずかしいな。
人ですっごい楽しそうに撮ってます。見る？黒めっちゃ可愛い。キンクリン推しです。いつものこのパッケージと後ろがね、あ、へー、舞いいですね、かわいい。あ、全然どうぞ、わー、おいしそう。まだわかんない味が。ね。なしで。じゃあ。今日一番楽しみにしていたこのソフトクリーム欲しい。お店の前で写真を撮って、本日の撮影は終了。お疲れ様でした。初めて行くスポットばっかりで、とても楽しかったです。パンフレットには、今回の動画でご紹介した場所以外にも、横浜のおすすめスポットが載っているので、ぜひぜひチェックしてみてください。キングスーパーライブ2024は、5月11日、12日に K アリーナ横浜で開催します。お楽しみに。以上、岡崎美穂でした。またねー。